アイちゃん、ここ数日ネオベネツィアはどんよりした灰色の空に覆われています。外の寒さと暖かい部屋の中の温度差のせいで窓は真っ白に曇っていて、これからが冬本番といった感じです。アリア・ジ・オリジネーションドラマ CD 第1巻ナビゲーション2雪やコンコン。ちなみにアリシアさんの通り名はスノーホワイトだ。清楚なアリシアさんにぴったりだな。おいでぼーい。アリア社長、アカリちゃん、お茶が入ったわよ。あ、ありがとうございますアリシアさん。おいでぼーい。どう、勉強は進んでる？はい、なんとか。明日の勉強会までにゴンドラ協会の規約を半分覚える予定なんですけど。あらあら、それは大変ね。なんか難しい言葉が多くて。でも頑張ります。今日は雪が降りそうね。あかりちゃん、気分転換したくない？はい。素敵なところに連れて行ってあげる。はい、ぜひ。おぼえ。浮島、浮島でございます。アリシアさん、素敵なところって浮島にあるんですか？ええ、そうよ。浮島ってネオベネツィアの町より寒いですね。上空にあるからやっぱり地上より寒いのね。おいおい、アリア社長、マフラーだけじゃ寒いですか？ポンチョ持ってきましたけど、羽織ります？わわわわ、はい、よく似合いますよ。わいちゃい。あらあら、歩けばもっと暖かくなるわよ。それじゃ行きましょうか。はい、わわ。吐く息がはっきり見えますね、社長。綿菓子みたい。バイキャー。モミコよ、恥ずかしいセリフは禁止だ。あひ、その声は暁さん？いかにも俺様だ。あらあら、暁くん、こんにちは。あ、アリシアさん、こんにちは。今日は浮島にご用事でも？用事ってわけじゃないのだけれど、ちょっとね。アリア社長、大丈夫ですか？うん、この程度で寒がるとは根性が足りんぞ、モミコよ。あらあら。すみません、すみません、アリシアさん。この寒さはサラマンダーがどんなに頑張っても避けられない天候なんです。あらあら、いいのよ。だって今日はその寒さを楽しみに来たんだもの。ああ、アリシアさん。せっかくだから一緒に温かいお茶でも飲まない？暁くん。は、はい、よ、よ、よろよろ喜んで。わーひ、お茶だー。わわー。あふー、暖炉、あったかいです。素敵なお店ね、暁くん。そうですか。気に入ってもらえてよかったっす。よく来るの？ええー、まあ常連ってやつですね。あらあら、じゃあ暁くんおすすめのものを頼もうかしら。おすすめですか？もうどんどん任せてください。暁さん、もしかしてここ初めてだったりします？何？バカ言うな。この前兄貴に一度連れてきてもらったんだ。あらあら、そうだったのね。モミコ、どうしてくれる？アリシアさん、このマシュマロ入りホットチョコレートなんかどうです？きっと温まりますよ。あらあら、じゃあぜひそれを。私も。バイバイ。あふー。
温かくて美味しいです。本当、チョコレートのほのかな苦味と香りが何とも言えなくて。この猫さんの形をしたマシュマロもふわふわで可愛いですよね。わわい、気に入ってもらえてよかったです。あら、あかりちゃん、窓の外。え、わあ、雪だ。キャー、これを飲み終わったらお散歩しましょうか。この寒いのにですか。ええ、雪が降るのを待っていたの。わーひ、雪の浮島を歩くの初めてです。ごちそうさまでした。わばいじゅわいじゅわ。確かあの角を右だったわね。アリシアさん、行きたいお店でもあるんですか。内緒、行けばわかるわよ。寒い。本当、夕方になってまた寒くなってきましたね。モミコよ、なんでそんなに嬉しそうなんだ。あのアリシアさん、こっちはただの住宅街ですが。あらあら、大丈夫よ。一体どこへ。もうすぐ着くわ。あ、ほら、あそこよ。さあ、着いたわ。え、アリシアさんの目的地ってここだったんですか。ええ、そうよ。なんだか橋が途中で途切れちゃってるみたいに見えますが。モミコよ、橋が途切れてるんじゃない。これは見晴らし台だ。あへ、見晴らし台ですか。うん、昔この町の住人が余った木材を集めて作ったと聞いている。あへ、アリシアさん、よくこんなところ知ってましたね。ここは地元の人間でも滅多に知らない穴場なんですよ。ここは子供の時遠足で浮島に来て偶然見つけた場所なのよ。アキラちゃんと一緒に。へえ、そうだったんですか。先端まで行ってみましょう。うわー、まるで空に浮かんでいるような気分です。ロープウェイ駅の展望台も素敵な場所だけど、ここは人が来ないからのんびりできるの。じゃあ座っちゃおうかな。バイバイ。空が近い。ん？こうして空を見上げていると、街で見上げるのと違って建物の輪郭がない分空に近い気がします。何を言ってるんだモミコよ。実際浮島は街より空に近いぞ。そうなんです、空に近い分なんかこう浮島になった気分っていうか、こうして座っている木の板の感触も忘れて空にそのまま浮いているような気になってくるんです。よくわからん。あらあら、バイ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 。ふわふわ気分です。でも首がちょっと痛くなってきました。俺様の背中に寄りかかってもいいぞ。ほへ、後ろに座った俺様が少しの間だけ背もたれになってやる。ああ、リクライニングシートみたいなものですね。うん、ちょっとだけだぞ。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えてと、よろしくお願いします。うん。うわ、どうだ。とっても楽です。そうか、ならよかった。バイバイ。雪ってゆっくりゆっくり落ちてくるんですね。ふわふわしてて羽毛みたいにあったかそうに見えるのに冷たいんですよね。ほんと、雪って不思議です。冷たくなければ雪じゃないぞ。それはそうなんですけど、やっ
ぱり不思議で。ちょっと眠くなってきました。おい背中があったかくて、冷たい空気がなんだか気持ちよくて。確かにこうしていると背中があったかいな。もみこ、本当に寝るなよ。はい。おい、背中が重くなってきたぞ。あらあら、あかりちゃん、こんなところで眠ったら風邪をひくわ。はい。リクライニングシートサービスを終了する。あらあら、じゃあそろそろ行きましょうか。アリシアさん、よかったら美味しいおしるこ屋さんに行きませんか。あったまりますよ。あらあら、いいわね。わーい、おしるこ。その前に、あかりちゃん、下も見てごらんなさい。あ、ネオベネツィアの街が見えますが。それだけじゃないでしょ。はい。ヒントは、冬の空からの贈り物。空からの贈り物。あ！もみこよ、何が見えたんだ？雪が降っています。それはさっきからだろう。そうなんですけど、町からだと雪を見上げることになるんですけど、浮島からだと雪が降っていく様子を見下ろすことができるんですよ。おお、そんなこと今まで考えたこともなかったが、確かにそうだな。ネオベネツィアの街に粉砂糖を振りかけてるみたい。雪ってこんな素敵な楽しみ方もあったんですね、アリシアさん。この寒さも雪もサラマンダーさんのおかげなんですよね。ありがとうございます、赤月さん。ああ、いや。じゃあ行きましょうか。おしるこ楽しみだわ。はい。こっちです、アリシアさん。もみこ、迷子になるなよ。バイバイ。待ってください。アイちゃん、降り始めたばかりの雪は真っ白でふんわりしてて、寒いのに心がほわほわあったかくなりました。あかりさん、あかりさんの背中もほわほわになったんだよね。燃える男、あかつきさんの背中はとっても大きくてあったかそうだよね。